三宮線は、三重県滝郡滝町の滝駅から、鳥羽市の鳥羽駅に至る東海旅客鉄道の鉄道路線である。三宮線とあるように、伊勢神宮への三景路線として建設された路線である。1893年から1911年にかけて開業した。現在の三宮線は、紀勢本線の滝駅から分岐しているが、もともと亀山駅鳥羽駅間が三宮線とされ、 規制本線が全通した1959年に、三宮線は滝駅と場駅間に変更された。伊勢神宮三景の重要路線として、幹線並みの扱いを受け、首都圏や西日本各地からの直通列車も運転されていたが、1970年に近畿日本鉄道の戸場線が開業すると乗客は激減し、一時は損賠問題にまで発展した。 収支は現在でも厳しく、週刊東洋経済の臨時増加に掲載された記事で評論家が2008年度の営業係数として推定した値は JR 東海の路線中でワースト2位の422.1とされている。ただし、鉄道会社による公式の営業係数は公表されていない。また、2008年度の輸送密度は1655。 2010年度は1639など、神宮式年仙宮特殊で2119を記録した2013年度を除き、1700前後で推移している。これは国鉄改革の際に廃止された特定地方交通線の輸送密度と同水準である。全線が東海鉄道事業本部の管轄となっている。IC カード乗車券とかの対象エリアには含まれない。 おおむね1時間あたり1から2本程度の運行である。快速、三重が伊勢鉄道線経由で、名古屋駅伊勢市駅、都売駅間に1時間あたり1本、程度運行されている。三重は、朝の上り及び夕方の伊勢市駅都売駅間と、夜間の滝駅伊勢市駅間では各駅に停車する。その他の普通列車は朝と夕方を除く大半の列車が、帰省本線に直通して、 亀山駅松坂駅伊勢市駅とば駅間で運転されており、1時間あたり1本程度の運行になっている。快速、三重と朝夕の一部の列車を除いてワンマン運転を行っている。なお、過去に正月限定で名古屋駅とば駅間において運行された臨時特急、ワイドビュー、伊勢初詣で号が東路線を走行したことがある。全線が非電化のため、 すべての列車が名古屋車両区所属の機動車で運転されている。定期の特急列車が運転されないため、特急用のキハ85系は通常乗り入れない。2016年3月26日のダイヤ改正以後は全てキハ25系、キハ75型に統一され、キハ11系及びキハ40.48型は運転を終了した。これらの車両は 伊勢市駅に併設されている伊勢車両区に配置されていたが、同区は2016年3月限りで廃止された。関西鉄道によって、1891年に開業した亀山駅津駅間を延長して、山宮鉄道によって、1893年に津駅大岡駅宮川駅間が開業し、1897年に宮川駅山田駅間が開業した。 1907年に関西鉄道、三宮鉄道ともに国有化され、1911年に山田駅と場駅間が開業し全通した。伊勢神宮への三 k 路線として、戦前は幹線道等に扱われ、一部区間が複線化され、東京や大阪、宇野などからの直通三 k 列車が運転されていた。しかし、1938年に、 関西急行電鉄が石球名古屋乗り入れを果たし、名古屋方面からの 3K 客を奪われることになった。さらに、第二次世界大戦下に不要不急線とされ、1944年資材教室のため一線撤去し、単線化された。また、山宮線の一部であった亀山駅滝駅間は1959年の帰省本線前通時に同線に編入された。 戦後もしばらく、東京、名古屋、京都、大阪方面から直通列車が運転され、かつ、当時は、近鉄大阪線、山田線が標準機であるのに対し、近鉄名古屋線が狂気であり、近鉄京都線もなら電気鉄道と別会社の保有路線であったことから、近鉄経由で、名古屋、京都から伊勢へ向かうには、伊勢中川駅や山和八木駅での乗り換えが必須であった、ため、 名古屋方面からは、亀山での方向転換があるものの、直通でそれらの地域から伊勢へ向かえる、三宮線は競争力を保っていた。さらに近鉄鳥羽線が未開通で、伊勢二三間こそ路面電車である、三重交通新都線と競合したものの、伊勢と場間の鉄道往来は、三宮線が独占していた。しかし、 平行する近鉄が、名古屋線の標準機への改め機やなら電気鉄道の買収で、伊勢中川駅や山和八木駅での乗り換えを解消し、さらに、1970年3月に、近鉄賭場線が全通して、島線賢島駅までの直通特急列車が、運行を開始すると、完全なローカル線に転落した。なお、1965年の計画では、 戦前の伏線区間の復活と一線路みの伊豆津ヶ丘駅、松下駅の行き違い施設の設置、飛ば駅の改良と積極策を立てていたが、日本国有鉄道の赤字が深刻化すると伏線区間の復活などの積極策は放棄されることになった。一方、1968年9月には伊勢市駅飛ば駅間が三重交通信都線の廃止後を呼び、 近鉄鳥羽線の全通前にもかかわらず、国鉄諮問委員会から赤字83線の一つに挙げられ、廃線が諮問された。この時は、廃線は見送られたが、同年10月の改正で、名古屋からの急行、椅子図が廃止となり、1972年3月に、東京からの急行、キーの鳥羽編成が廃止されて、東京、名古屋方面との直通列車が全廃され、 さらに国鉄分割民営化直前の1986年11月の改正で京都からの急行、島が廃止され、山宮線の優等列車は全廃された。また、1981年からの特定地方交通線選定でも、一度は第三次特定地方交通線の選定対象に挙げられた。しかし、1986年4月8日に、 例外規定の一つであるピーク時の乗客が一方向1時間1000人を超すに該当するとして選定は見送られそのまま JR に引き継がれた JR 東海発足時点で近鉄には運転本数や車両の快適さなどで大きく水をあけられていたが JR 東海は再び積極姿勢に転じ1988年にホームライナー見え 1989年に1セロを設定し、臨時ながら名古屋直通が復活。さらに1991年からは、前年に名古屋駅松阪駅間に新設された快速、三重を三宮線内まで延長。三重は、その後、車両も転換クロスシートを備えた、キハ75型に置き換えられた。近鉄にはなお大差があるとはいえ、 三重は1時間に1本の本数を確保し、対抗している。1993年から1994年にかけて、鳥羽駅キーカツラ駅間に、特急、鳥羽、カツラを運転した。臨時列車ながら、三宮線初の特急列車であった。JR 東海による、積極策が功を奏した一方、2007年5月26日、沿線の製材の有力者である。 伊勢商工会議所会頭の浜田増種が自動車での観光客誘致に三宮線が大きな阻害要因になると主張2013年の第62回神宮式年仙宮で予想される交通渋滞の緩和を目的に三宮線の廃止と伊勢市駅構内にある車両基地の用地の駐車場への転用を提案するも同年10月に赤服の消費期限及び製造日 原材料表示偽装事件が発覚し、浜田も商工会議所会頭及び赤福会長を辞任したことから、廃止や用地転用の話は立ち消えとなった。2011年3月12日のダイヤ改正では、式年戦グーよる参拝客増加で、快速、三重号を2両から常時4両に増結し、サービス向上を図り、2013年の 式年遷宮に際しては、JR 東海は、名古屋駅と伊勢市駅を結ぶ、臨時急行、伊勢の運行や快速、三重の増発を行うといった、誘客策を取ったが、2014年12月1日から一部列車が2両に、減車されている。また前述の通り損賠が取り沙汰された伊勢車両区は、研修組織の再編で2016年3月、限りで廃止されている。旅客輸送密度は、 以下の通り、船内の有人駅は滝駅、伊勢市駅のみとなっている。自動改札機は伊勢市駅にのみ設置されている。うちの数字は滝駅起点の営業キロ。ありがとうございます。